煙は出てた、煙はそこには回ってましたけど、そこではなかった。なんと地下5メートルの構造でケーブルは燃えたんです。皆さん、ケーブルが燃えるってことはどういうことか分かりますよね。東海第二で何年かケーブル使う、燃えにくいケーブルを使うんだ。それ取り替えなければ東海第二の再稼働はないと向こうは言ってたんです。あの田中俊一もそう言った。あの田中俊一でさえそう言った。だから、まあ、こっそり聞いて話すると、田中俊一は何年かケーブルに全部取り替えるのは難しいから東海第二の再稼働はないだろうというふうに、どうも前のですね、村上村長さんに言ってたようでありますけど、そんなこと、何年かケーブルを取り替えない、燃えにくいケーブルに取り替えなくても彼らは運転突っ走る、それを東電が支えている、こういう行動ですよね。本当にね、危ないことですよ。じゃあ柏崎はどうだったんですか。ケーブルですよ、今原発なんか動いてないんですよ。そのケーブルが燃えるんですよ。一体どういうことですか皆さん。こういう状態ですよ。新潟の方は先日のね、あの新潟山形の県境沖の、まあ、その震源する地震がありました。ずっと地震があるわけです。私は1964年の新潟地震の時高校3年でした。ものすごい揺れたんですよ。昼飯食ってさ、その午後の1時間目が始まるぞっていう時にものすごい揺れましてね。そしてこれは大変だと、まあ、教員たちは教員室からみんな飛び出てましたよ。私は2階にいたもんだから2階からずっと見てました。いよいよやばいかなと思って私も廊下走るんですけど、走っても走ってもまっすぐ前には進まない。壁はひびが入ってくる。でその時ね、私はうちはうちの高校は水球で有名なんです。水球のプールは深くてですね、だから大きくありません、深いんです。で我々もその水球をさせられました。もうヘトヘトになる水球は。その水球のプールを見てましたら何が起きたと思いますか。もうね、水がドワーンドワーンとですね飛び出すんですよ。で後で分かりました。柏崎のあの中時地震があった時、あるいは中地震があった時に5階のあの原発のフロアが水浸しになった。それはなんか僕は難しそうにスロッシングと言ったんです。スロッシングっていう現象が起きて水が漏れた。そんなことありませんよ。地震になれば揺れるんです。揺れるとプールの水がドワーッと飛び出すんですよ。またこっち側にドワーッと飛び出す。私は現場をその新潟地震の時見ましたので、ああいう現象が起きたんだなということは分かりました。本当にね、そんなことだってね、これからだって起きますよ。私はあの日本海のですね、桃園断層というのはずっと続いている。これは前からも警告されていたわけですよ。そしてあの柏崎沖の地震、どうなぜか中越沖地震というんですけど、あれ柏崎沖地震ですよ。あれは柏崎地震と言わなくちゃいけないのに柏崎という言葉は避ける。そして今度は山形沖地震、違うだろう、新潟の地震じゃないの、まあ、そういうような感じでね、地震の名前も変えながら彼らは柏崎を地震がなくなそうこうしてんだ。絶対に許しませんよ。再稼働は絶対許さない。皆さん頑張りましょう。はい、新潟県を愛する菅井さんありがとうございました。日音響による歌による講義を行います。皆さん大きな声を出しましょう。はい、それではみんなで大きな声で歌って抗議していきましょう。なんだ、2ヶ月前からあの皆さんと一緒に歌う、これを目標にしています。で先月、真実は沈まないという歌を歌いました。その時は、覚えるできっと精一杯だったかもしれない人もいるかなと。ちょっと今日はね、あの思いをそこに込めて歌ってみたらどうかと思っています。真実は沈まない、まず光は闇に負けない。真実は、誠は嘘に負けない。私たちの、誠、これは東電の嘘、これに負けないということです。東京電力は最初の原発政策が始まった時から、そして事故が起きた時も本当にもうずっとこの間大嘘だらけです。その嘘を私たちの、真実誠で暴いていきましょう。そして私たちが決して諦めない限り真実は沈まないんだと、
そんな思いで歌っていきたいなと思います。コールしますので、今日ね伴奏者がいません。アカペラでみんなで大きな声でいきましょう。それではいきます。じゃあ一回だけ歌いますね。一緒に歌いましょう。光は闇に負けない、誠は嘘に負けない、真実は沈まない、決して諦めはしない。光は闇に負けない、光は闇に負けない、誠は嘘に負けない、誠は嘘に負けない、真実は沈まない、真実は沈まない、決して諦めはしない、決して諦めはしない、大きな声で光は闇に負けない、誠は嘘に負けない、誠は嘘に負けない、しました。そこでもう一つ今いまだに心に引っかかっていることがあって、それを今日東電のやっぱり嘘に絡めて報告したいと思います。その私たちのツアーの企画の一つに、初日1日目石丸小四郎さん、皆さんもよくご存知の石丸小四郎さん、今いわき市で避難暮らしを続けておりますが、富岡町の公共の施設をお借りしまして、そこで石丸小四郎さんの講演会をやったんです。でその講演会はもちろんすごく良かったです。そのことを報告したいんじゃなくて、その講演会が終わった後ですね、皆さんツアーの参加者がその公共の建物に出てきました。富岡町です。もう避難解除されて町の中心部では、普通に町民の方が暮らし始めている町です。その公共施設の、玄関で、何気なくツアーの参加者のある方が、放射の測定をしたんです。そしたらなんとアラームが鳴っちゃったんですよ。もうびっくりして、それで他に持ってきた方が何人ももちろんいらっしゃるので、その方たちがびっくりして自分の外画カウンターを出したんですね。そしたらやはり同じように数値アラームが鳴って、みんなですごい驚いてたんですね。で私も本当はそこで驚かなくちゃいけなかったんですけど、なんせツアーをどんどん先に進めなくちゃいけないんで、そこで人だかりになって驚いてるのに、その時付き合ってる時間がなかったんですけど、数字的には多分3点いくつとか言ってらしたんですね。って驚くような数値だったんですよ。 でもなんかその時にそれ問題にすればよかったんですけど、もう先にどんどん進めなくちゃいけないんで、その時問題にできなくて、でも後から考えたらそれありえないことですよね。もう避難解除されて、もうすぐそばで子どもたちがグラウンドで運動してるんですよ。そんなところでそんな高い数値で外画カウンターがアラームを鳴らすなんてことがあっていいんだろうかと、もうそういうことを考えると、本当に避難解除されたところを安心されして、モニタリングポストなんかも撤去するなんていうことも言ってますけど、
とんでもないことですよね。本当にもうどこでどんなね放射能の吹き溜まりがあるのか、もう本当にこれは驚くべき事実で、まあ、改めて私たちは今解除されているところをそちこち行って独自に測定をしなくちゃいけないんじゃないかと改めて思っているところで、そんなことで最後はやっぱり東京電力のみんなで大きな声で歌って抗議の歌終わりしていきたいと思います。東京電力の行きましょう、はい、これマカペラでいきます。はい、僕ら生きているこの地球に原子力発電は原子力発電は必要ないのさ。緑の大地と緑の大地と